天候がどうなのか。はい、はい、どうぞ。おはようございます。おはようございます。さっきですが、パソコン飲まれました。大丈夫です。はい。そうしましたら、免許証ですね。はい。アルコールチェックお願いします。はい。アルコールOKです。ありがとうございますか。大丈夫です。はい。それでは試薬品の状況を確認させていただきます。自賠責保険証です。この証拠です。はい。車に不具合とございますか。大丈夫です。はい。お願いします。今日はですね、法定速度、車の方を向いて、はい、安全にお願いします、はい、安全に。おはようございます。おはようございます。昨日はお酒飲まれましたか。大丈夫です。はい、そうしましたら免許証ですね、はい、アルコールチェックをお願いします。はい、OK です。はい、疾病、病気等ございますか。あ、異常なしです。はい。そうしましたら、道を点検お願いします。はい。ああ。はい、OK、自賠責 OK です。はい。車に不具合とございますか。異常ありません。はい。はい。はい、そうしましたら本日の法定速度、はい、車速の減速でお願いします。はい。お手に。はい。お手に。おはようございます。はい。おはようございます。本日はアルコール、あ、昨日はアルコールお願いします。はい。はい、しましたら、アリコル局出社時じゃなくて、常務の場合、常務が常務必ず、はい、アリコル OK です。疾病病気等ございますか。です。はい。じゃあ日曜天気。はい。車両の不具合等ございますか。以上なかった。以上なしです。はい。はい。自賠責と車検証。で、運転者がまだ最後、運行をしてくるかと。はい、自賠責の初心者ですね。そうです。で、あと、業務終わった後も最後、入れていきます。一日の終了です。はい。昨日、睡眠等、何ですか。はい、行きました。はい。はい。本日は、法定速度加速の禁止でお願いします。はい、ご安全に。ご安全に。はい、じゃあ次ちょっとご案内します。はい、皆さんおはようございます。はい、今日は車かでの意見交換、ご協力いただきましてありがとうございます。車座ということなんで座ったままご挨拶させていただきますが、皆さん方の、まあ、お仕事、国民生活あるいは日本の経済を支える、まあ、重要な、まあ、社会インフラとしてご活躍いただいているわけですが、今日はその現場を、まあ、拝見させていただくとともに、こうして意見交換の場を、設けさせていただきました。国民の暮らしを守る、また日本の経済を
支えてくださる、これは皆さん方の存在、これはエッセンシャルワーカーとして、私たちにとって欠くことのできない、存在であると思うわけですが、その中でご案内通り働き方に関するこの法律の全面適用が行われる2024年問題などさまざまな課題にも直面しておられます。それ以外にも賃上げの問題、働き方の問題、さらには担い手確保の問題、喫緊の課題がたくさんあると認識をしています。ぜひ今日は最前線で頑張っていらっしゃるこの皆さん方に賃上げや働き方もちろんですが、皆さん方のお仕事、この物流というお仕事がこの持続可能でそして安定的に維持される、続いていくことができる、そのためにどんなことを考えなければならないか、そんなことについても、その率直にご意見やアドバイスをいただければと思って来させていただきました。限られた時間ですが、ぜひ貴重なお話を聞かせていただくことを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今のトラック業者の経営者にとっては2024年問題ということで、半年で迫っている、これの対応に今一生懸命、全員がかかっているところではないかと思っております。ご案内の通り、コロナ禍の3年間につきましては、非常に経済が停滞したものですから、とてもお客様にこういったことをご相談できるという状況ではなかったものですから、このところやはりこの問題がクローズアップされましたので、お客様もだいぶご認識いただいておりますので、いろんな話が今一生懸命やっているというところでございます。その間一番問題となるのがやはり労働条件の改正がですね、我々にとっては非常に必要でございます。そのためには、賃上げもそうでございますけれども、原資となるやはり運賃の確保と、これは適正運賃と言っておりますが、これの確保やはり必要ではないかなと思っております。政府も約束、私の考えで30年ぶりに、標準的な運賃という形でお示しをいただいておりますので、これをぜひ一つのツールとしてみんな今頑張っているところではないかと思っております。いまだやはり中小企業 の上がりました原価の転嫁につきましては非常に困難が予想されますので、引き続き力強いご支援を賜れると思っております。あしまして、入手に対する是正処置なども、協力にお願いしたいと思っております。また入手の交渉で労働生産性の向上 を図るためにもですね、ドライバーの今の時間運転や、時間管理ですね、こういったものをですね、業務の記録が把握をしなければなりません。これにつきましてはそういった動態把握の機器等もございますので、そういったものに対する、システムの補助等もお願いできればと思っております。実はいつも思っていることなんでございますけれども、必要な時必要なだけ、という、トヨタの看板方針でございませんけれども、日本産業の会の常識としてこれが成り立っているのではないかと思っております。それを可能にしてきたのは我々物流業者であり、特に最終段階の労働者といえるトラックドライバーの頑張り、長時間労働が支えてきたのではないかと思っております。この規制が来年よりいよいよ始まるわけでございます。960時間でございますけれども、すぐ720ということで他産業並みということに言われております。その対応にもやはり苦労しているところでございます。新しいシステムの導入もさることながら、入試や消費者にも意識を変えていただけるようなですね、政府としても行動変容を力強く促していただくための仕組みをぜひとも、作っていただければと思っております。そうしたことをしていただければ状況が大きく変わってくるのではないかなというと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。では矢田総理補佐官、続けてご質問をお願いいたします。改めまして皆さんおはようございます。今日は朝からありがとうございます。総理補佐官務めます矢田と申します。よろしくお願いいたします。私の方からはですね、働く皆さんの労働環境についてお聞きしたいなと思います。今年の夏は暑かったですよね。そんな中で私の家にもね、本当汗かきながらたくさん宅配荷物届けていただいて、
私思わずアメちゃんあげようかと言ってアメちゃん配ってたんですけどね。で皆さんやっぱりこの暑い中で、まあ、もちろん年間通じてですね、働く環境について、それから働き方について、先ほど社長からは長時間労働なんだというお話ありましたけれども、そういうことについての課題意識をお聞かせいただきたいのと、まあ、どうしても今担い手不足ということで人材確保が大きな課題になっていると、ね、聞いていますよね。まあ、賃金が、ね、なかなか上がらない中で皆さんから何かそういった問題についてご指摘があればお聞きいただきさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今井田さんお願いいたします。はい、お願いします。私は東京都中央区の、京橋を2トントラックで配達しています。まず、気を使い時間がかかるのが駐車場の確保です。そもそもトラックが駐車できるスペースが少なく、大きい荷物でも遠いところから配達にお伺いすることが多くあります。駐車対策のため2人で乗務しているコースもありますが、ドライバー不足が懸念される中、2人で配達できればもっと多くの荷物を効率よく届けられますし、どうしても駐車場を確保できない時もあるので、できれば私たち運送業の駐車問題についても目を向けてほしいです。また働き方改革で労働時間が短縮されることは喜ばしいことですが、働く時間が少なくなることで給与が下がってしまったり、お客様とのコミュニケーションが減るとドライバーの職種が魅力のないものになってしまうと思います。労働時間を削減した上でお客様の要望に応えることには、早番遅番などワークシェアが進むことが理想ですが、人も簡単に集まらないので今まで以上に工夫が必要になってきます。トラックドライバーはしっかり働いてお給料をもらうことに魅力を感じる方や、またはプライベートの時間を充実させることに魅力を感じる方もいらっしゃいますので、多様な働き方に対応できるような環境づくりを後押ししていただけると嬉しいです。以上になります。はい、ありがとうございます。おはようございます。私の方からは若手経営者の笠原さんと、それから今日朝3時過ぎに起きて群馬からここまで、さっきトラックがありました、来られた岡田さん、ベテランの岡田さん、お二人にお聞きしたいと思いますが、まあ、生産性、これを上げるっていうことが、まあ、一つの大きなキーだと言われておりますが、その生産性を上げる、どんな取り組みがあるか、普段のお仕事からちょっと教えていただければと思います。はい、それでは笠原社長お願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。生産性向上させるということで、まあ、いくつかポイントがあるかなというふうに思っております。まあ、ただ今日お時間の関係もございますので、まあ、ちょっと絞ってお答えしたいなというふうに思っておりますけど、まあ、基本的には我々の生産性向上というのは、積載率と実車率だというふうに思っております。どれだけ車両の中に満載に詰めるかということと、どれだけ積んで走っているのかということが生産性向上につながるというふうに思っておりますので、まあ、そういう意味で言うとですね、やはり荷主さんと我々との情報をですね、マッチングするということがすごく大事なんじゃないかなと思っておりますので、どこにドライバーさんが走っていて、どこに荷物があるのかっていうのをマッチさせられるようにすることによって、そこの実車率を高められる。この車は今どのくらい積んでるのかな、どこに帰るのかな、何時間ぐらい働いてるのかなということが、まあ、分かるようになることで、荷主様も、あ、ここに帰るんだったらうちの荷物があるから、このトラックに乗せてもらおうとかっていうことができたりとかですね、まあ、そういうことを、まあ、皆さん携帯とかお持ちなので携帯を使ったりとか、あとデジタルタコグラフっていうのが入ってたりとかしますので、まあ、そのデジタルタコグラフを使って、まあ、その情報をですね、収集して荷主様とマッチングさせるっていうようなことをするのがいかがかなというようなことを今我々はちょっと具体的に考えているというようなところがございます。 IT を使いながらということですね。でもう一つが、あと事務所の業務ですね。やはりお客様から受発注の依頼が来るときに、
未だにやはりファックスとかで来られるわけですね。でそうするとファックスで来るといちいちデータ化するのに手入力をしたりとか、まあ、そういう手間がかかるので、そういうところもやはり荷主さんにですね協力をしていただいて、やっぱりその DX 化を図っていただいて、でデータをですね作っていく、荷主様側からデータを作っていただければ我々もそれを活用させていただけるようになるので、まあ、そういうことかなというのと、まあ、最後にもう一つだけ、やはりその持っていく量ですね、量が多くなればやっぱり生産性も向上していくというわけで、ですからそういう意味では大型車とかトレーラー車を使って、まあ、その長距離輸送とかするっていうのがやっぱりメインになってきますので、そうなるとやっぱり免許制度の問題っていうのがございまして、やっぱり中型車、大型車、トレーラーとかっていう形で免許がかかってきてしまうので、まあ、そこら辺の支援をですねやっていただけたら助かるなというふうに思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。岡田さん、お願いします。はい、さっきも話したんですけども、自分群馬から、まあ、前の日の夕方に住んで朝3時半以上出てきて、まあ、関東一円なり、まあ、あと中距離あたりを、まあ、配達してるんですけども、以前に比べてだいぶバラ積み、バラ落としっていうのがなくなってきたんですよね、はい、でそれでもまだまだそういう全部パレット積みだとかそういうものになってるのかっていうと、まだまだかなっていうところもあります。で、そういう荷積み、荷下ろしの時間というのもその労働時間に入ってくると、うん、っていうと、とても自分が思い描いているその労働時間の中で収まらない時があるんですよね。なんかまあ、自分たちで自助努力でどうにもならないようなことがやっぱありますので、そうするとこのパレットに乗っけて、乗ってるのも自分たちじゃなくてそのロボット化、うん、まあ、してもらって自分たちは高級で積む、下ろすっていうのをこうしていけば、多少なるとも労働時間短縮とかそういうのにもつながっていくのかなとは思うんですよね。まあ、どうしてもそれでもどうしてもこの手積み手下ろしっていう部分はこの先なくならないと思うんですけれども、できるだけこういうものに支援をいただいて、その重労働、まあ、荷下ろし、荷積み荷下ろしっていうのもさっき話出ましたけど、トレーラー大型、まあ、大小問わず、まあ、大変ですよね。段ボール1個から、まあ、大きな荷物、でかい機械まで、で大型トレーラーとなると、まあ、20キロのものでも、ね、やっぱり500個、1000個と1時間、2時間かけて休まずやっても、後ろの人が気にかかって休まずやらざるを得ないと、そういう状況がありますので、まあ、そういう負担軽減のためにも、そういう部分でロボットとか、そういう、まあ、いろんな施策を考えてもらって、いただければいいのかなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。では、岸田総理、続けて質問をお願いいたします。はい、ありがとうございます。先ほどから、皆さんそれぞれ、現場で、感じた具体的な問題点とか、それから、まあ、感じたことを、ご紹介いただいて大変参考になってますが、そうした一つ一つの、具体的なこの問題点について、どのように対応するかもちろん大事ですが、まあ、これから日本の経済にとっても国民の皆さんにとっても、格好とかできないこの物流業界、これはこれからも持続して安定してこの、業界が発展していかなければならないわけですが、そうした大きなこの流れの中で2024年問題も、まあ、しっかり乗り越えていかなければならない。その際にこの業界の構造的な問題、だから業界自体のこのありよう、こうした大きな構造的な、この改革の必要性がある、こういったことについて何かお考えがありますでしょうか。お願いします。それでは松枝さん、お願いします。はい、まあ、持続可能な物流の、実現に向け、自社では、2030年までに、EV トラック2万台を導入を目標に今掲げて動いております。でその中でやっぱ現場でも EV トラックっていうのをやっぱ見かける機会が増えて、やっぱあと実際に運転した人のお話を聞いたりする中で、
とてもまた身近な存在になってきているんだなっていうのを日々感じています。でまた車両メーカーさんとの、もうよく協力もあり、環境配慮だけではなくて、性能の向上、それによってやっぱ運転者の、配達員が運転しやすい車両に今進化しています。まあ、現在、街中を、トラックで周回する際に、まあ、環境だけではなくて騒音だったり、排気ガス等で地域のお客様には結構迷惑をおかけしているなっていうのを普通に感じています。で EV トラックを導入することによって、環境配慮だけではなくて、配達地域のお客様への、生活の影響も与えずに、そして、ドライバーの方も、安心して、気持ちに余裕ができるため事故の軽減にもつながるのかなと考えています。まあ、ただし実際に EV トラックの導入を進めていくためには持続時間の短さなども考慮して、やっぱ充電施設の整備だったり、あとは蓄電技術の向上、こういったものが一つ必要になってくるのではないかなと思っております。まあ、このように自社だけの取り組みではなくて、トラックメーカーさん、あとはエネルギー関係者さん、あとは地域のお客様、みんなで進化させていくことで、まあ、持続可能な物流っていうのをこの先も提供し続けられるのではないかなと考えております。以上になります。ありがとうございます。次に浅井社長お願いいたします。ありがとうございます。本当に総理大臣さんは普段から金のつくようなぐたりとするようなご指摘とご質問を頂戴いたしまして、皆さん方も生々しい声を遠慮せずとお持ちの述べいただいてありがとうございました。我々どこまで行っても今日の会合5分ほど抜けちゃいましたから、ドライバーさんが家族を含めてお仕事してるとそれで好きで入った人だというふうに今日のこの会合を持ってより一層熱に燃えると思います。荷主の給与さんもさらに良くなってまいりましょうと言われておるように、生活者の暮らしも豊かになってさらに地域が活性化されて産業が良くなってという世間よし、観光よし、ドラマさんよし、人気企業さんよし、世間よしというふうにやってまいりますような今日になったと、私はつくづくと今日はありがたくご感想をお申し上げさせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。力入りました。力入りました。ありがとうございました。ありがとうございます。他に言い残したという方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫です。では最後に岸田総理からまとめの一言をお伝えいただきます。はい、今日の、皆さんほど会長のご挨拶の中にもありましたが、皆さんそれぞれ率直な、ご意見を聞かせていただきました。改めて、感謝を申し上げます。再配達の削減ですとか待ち時間の削減、まあ、こうした具体的な、まあ、話もありました。また賃金ですとか、あるいは働き方等におけるこの、まあ、労働力確保、ドライバー確保、まあ、こういった話もありましたし、また、EV トラックですとか、それから、まあ、自動運転の話もありました。こうしたの効率化や、まあ、自動化を図る、まあ、さらにはこのデジタルの活用、まあ、といったこの生産性を向上させるために取り組まなければいけない、まあ、こういった課題もご指摘をいただきましたし、さらには、浅井社長さんの方からモーダルシフト、物流モードの転換、まあ、こういった大きな話もいただきました。本当にそれぞれの立場でパッと気づかせていただくようなご指摘をたくさんいただきましたこと、本当に心から感謝申し上げたいと思います。今日いただきました意見も加えまして、来週にもこの物流緊急パッケージ、これを、取りまとめたいと思います。そしてそれを来月に向けて、今取りまとめようとしているこの経済対策の中に、
しっかりと盛り込むという形で皆さんの思いをできるだけこの取り入れさせていただく、こうした努力をしていきたいと思っています。そしてそれに加えて、制度改正を含めた構造的な対策、これについてはこの中長期計画の策定、また次期通常国会へのこの法律の提出などこうしたことも合わせて検討していきたいと考えております。いずれにせよ本当に皆さんのこの皆さんが支えてくださっている物流というもののこの私たち国民やまた経済に対するこの影響の大きさ、これをしっかりと念頭に置きながら政治の立場から環境整備に努力していきたいと思っています。まだまだ言い足りなかったということもあるかもしれません。ぜひそういったことにつきましては東京都の会長である浅井社長さんとか全国の会長である坂本会長ですとか、こういった皆さんにぜひどんどんと思いをぶつけていただきまして、我々に引き続きアドバイスをいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、まず今日はトラック事業のこの営業所に直接足を運ばせていただき、現場での取り組みを見させていただき、またこの業界において最前線で頑張っている皆さん方から直接意見お話を聞かせていただくことができました。まず物流現場では持続的で安定的な物流を支えるために不可欠な荷役作業ですとか、あるいは運行管理の取り組みの現場を見させていただき、その上でトラック事業者の方、またトラックドライバーの皆さんからこの国民生活あるいは日本経済を支えるエッセンシャルワーカーとして努力をしていただいている、こうしたお話を聞かせていただきました。その上で車座対話の中で2024年問題をはじめとするこの直面するさまざまな課題についての意見、あるいは日々の作業の中で感じておられるさまざまなご苦労ですとか、あるいは問題点、こうしたことについても具体的にお話を聞かせていただくことができました。大変参考になる有意義な時間であったと思っています。その中で2024年問題については本年6月に政府として政策パッケージ、これを取りまとめたところですが、これをスピード感を持って実行していかなければなりません。そこで来週に関係閣僚会議、これを開催し、荷役作業の自動化機械化、倉庫の脱炭素化、 EV トラックの導入の推進、また再配達の、再配達率の半減に向けたインセンティブの付与、またトラックの大型化等によるモーダルシフト、あるいは自動運転の促進、こういったことなどを緊急的に取り組むべき対策として具体化して、物流革新緊急パッケージ、これを取りまとめたいと思います。そしてこのパッケージを取りまとめた上で、来月に向けてまとめる経済対策に、この内容を盛り込んで、参りたいと考えています。そしてこれと合わせて制度改正に向けた構造的な対策として、賃上げ原資の確保のための適正な運賃の収受などに向けて、次期通常国会での法制化
これも進めていきたいと考えています。以上です。